マーロン・ブンドは、第48代アメリカ合衆国副大統領、マイク・ペンスの一家が飼っているギである。合衆国のギとも呼ばれる。副大統領専用機、エアホース2に乗った初のギである。このギを題材として書かれた2冊の自動書が、いずれもベストセラーとなった。ペンスが副大統領となった2017年から2021年1月まで、副大統領官邸である。 オブザーバトリーサークル一番地で飼われていた。一家は他に、ハーレーというオーストラリアンシェパードと、ヘーゼルと、ピクルという2匹の猫を飼っている。マーロン・ブンドは、2013年、当時デポール大学の1年生だったペンスの娘、シャーロット・ペンスがクレグザリストを介して入手した。当時シャーロットは、短編映画の学生プロジェクトのためにウサギを必要としていた。映画の中でブンドは、 適合な世界における犯行の象徴として檻からの脱走を繰り返すウサギとして出演した。その名前は俳優のマーロン・ブランドにちなんで名付けられたものである。シャーロットがこのウサギの前の飼い主にメールで値段を聞いた時にメイク・ミー・アン・オファーと返事があった。1972年の映画ゴッド・ファーザーの中でマーロン・ブランドが演じるビトー・コル・レオーネーの有名な セリフにアイアイムゴナ、メイクヒムアン、オファーヒーキャントリフューズというものがある。マーロンブランドのファンだった、シャーロットの友人が、売り主の返事が、コルレオーネのセリフに似ていると感じ、ウサギにマーロンブランドと名付けることを提案した。ペンス一家は、最終的に少し改変して、マーロンブンドと名付けることにした。シャーロットは、シカゴトリビューン紙の取材に対し、次のように語っている。 私たちは郊外まで車で行って友人と私とで彼を迎えに行きました。20ドルくらいだったと思います。彼は短編映画に出演し、その後は私が飼っていました。ブンドはシカゴの大学で4年間、シャーロットと一緒に暮らした2時19分。マイク・ペンスが副大統領になった2017年1月、ブンドはエアフォース2に登場して、 インディアナ州インディアナポリスの自宅からワシントン DC へ移動した。ブンドはエアフォース2に登場した初のウサギとなった。2017年5月にアイゼンハワー行政府ビルで開かれた軍人感謝月間を記念するイベントで初めて一般に公開され、イベントの公式記録によると賞賛されたという。2017年5月11日。 ホワイトハウスのフリッカーページで、ブンドが初めて、ホワイトハウスを訪問した時の様子が紹介された。ドナルド・トランプ大統領とファーストレディのメラニア、トランプは副大統領皇帝での夕食会で初めてブンドに会った。ブンドの爪があまりにも長いように見えるということで、ネット上でペンス一家に対しブンドの世話についての批判が起こった。バイスメディアの記事では、 ブン度のインスタグラムアカウントに対し、多くの人々が、この件をコメントしているため、ペンス一家が知らないはずはないだろうとし、それ以外はよく愛されているように見えると続けている。ホワイトハウスの報道官は、この件に関するコメントを求められても答えなかった。後に、ワシントンポストで、ブン度が、速やかにペディキュアを受けたと報じられた。文度は、自身のインスタグラムアカウントを持っており、 2019年5月、現在、フォロワー数は3万3千人を超えている。シャーロットは、父の副大統領就任後にこのアカウントを作成した。フレズの B 紙によると、ブンドの SNS アカウントでは、政治的な話題を避け、飼い主に抱かれていたり、家の中で遊んでいたりする様子を掲載するようにしている。ブンドのインスタグラムアカウントに掲載されている写真には、 憲法を読んだり、電話に出たり、書類にサインしたり、トレッドミルで体を鍛えたりしている姿が映っている。ブンドのインスタグラムでの人気の高さから、シャーロットとカレンはブンドについての子供向けの本を作ることにした。ブンドを主人公とした児童書が2冊出版されている。マーロンブンド、SAD in the life of the vice president は、ブンドがペンス副大統領に同行し、 文ドの視点から見たペンス副大統領の日々の活動を描いたものである。シャーロット・ペンスが執筆し、カレン・ペンスがイラストを担当している。文ドは本書のイラストのすべてでポーズをとっている。28。この本による収益はアートセラピープログラムトレーシーズ・キッズと人身売買と戦う A21 キャンペーンに寄付される。二千十八年三月下旬の時点で 本書は約10万部を売り上げ、アマゾンでトップ10位を果たし、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストでは子供向け。本で7位となっている。エー・デー・イン・ザ・ライフ・オブ・マーロン・ブンドは、テレビ番組ラスト・ウィーク・トゥ・ナイト・ウィズ・ジョン・オリバーで出版された本である。マーロン・ブンド・エス・エー・デー・イン・ザ・ライフ・オブ・ザ・バイス。プレジデントのパロディとして書かれた。マーロン・ブンドが。 ウェスリーというオスのウサギに恋をするというストーリーで、反 LGBTQ の立場を取るマイクペンスに対する皮肉として書かれたものである。著者名はジル・トーイスとマーロン・ブンドとなっている。このパロディが公開されたことを受けて、マーロン・ブンドのインスタグラムアカウントは、この本の中のウサギがつけているものとほぼ同じ、蝶ネクタイをつけているマーロン・ブンドの写真を投稿した。その写真には、 チャリティのための一匹のうさぎの本よりも良いものはチャリティのための二匹のうさぎの本だというコメントが添えられていたこの本の収益は LGBTQ コミュニティのための電話人生相談を運営するトレバープロジェクトとエイズユナイテッドに寄付されている2018年3月下旬の時点でこの本は約40万部を売り上げアマゾンで数日間トップセールスを記録し ニューヨークタイムズのベストセラーリストで子供向け絵本の1位を獲得している。2017年12月、ドナルド・トランプ米大統領が副大統領官邸でのブンドホカペットの存在を低級と表現したと報じられた。イゼベルでエリー・シェシェはブンドの可愛らしさを認めつつも彼の巨大な瞬き目と素敵な太ったお腹の下には 汚いトリックスターのねじれた心が隠されているのは紛れもない事実だと続け、さらにその美貌と愉快な態度はマスオブファスケーションのふわっとしたツールとして利用されていると非難している。ワシントンポスト紙は文道、バカバカしいほど可愛い天然の俳優と称賛した。また、ワシントン DC の唯一のポジティブなものと呼ぶ者も,もいる。ブリジット・リードは防具師で、 ン度を彼がどれだけすり寄ることを愛しているかを見れば明らかに彼は恋人であって戦闘員ではないとまとめたが明らかに自己 PR 慣れしていないということはなくメディアのトレーニングを受けているのは明らかであるとも述べているリードはブン度のソーシャルメディアの展開は彼が公職に立候補することを計画していることを示しているかもしれないと締めくくっているエレン・デジェネレスに対して コメディアンのジョン・オリバーは、文道、素晴らしいうさぎと表し、もしあなたがそのうさぎに何か問題があると思うのなら、あなたの心は、死んでいると付け加えた。ありがとうございます。